いつもはですね、はがきで送られてきた作品を紹介させていただいてきたうまい話ですが、ほりほりほじほじ、今回はですね、特別増刊サル3発売記念といたしまして、ピラはっ、封筒で送られてきた長い話、略して長花をお送りさせていただきます。すごーわー、栃木県ワゴンラッシュさんのパチスロであったちょっとうまい話。スカツーン、泣いてないよ。パチンコでお小遣いを全部使い果たした後、カンカン、2階のスロコーナーへ。うん、彼は旧も新も猪木が好きなので、その島へ行くと、あ、下皿プラス一箱くらいの持ちコイン。出ててよかったかな。しかし、切れ気味。出ちゃ飲まれの繰り返しだよ。なんで出てんのに怒ってるんだよ。私はパチスロはできません。リールを見ていると目が回ってきます。わあ。でも猪木は彼が打つのをよく見ているので好きなんです。その日も彼の後ろに立って飽きもせずに見ていました。その時、ん？スイカか。彼はパチスロにはうるさい人です。こういうのを取りこぼしてると積もり積もって大変な額になるんだ。わかった。ポチッ。ビッグが 2,3 連した後、彼が言いました。ちょっと変わってみる。ドキドキしながら彼の台に座りました。彼はパチスロにうるさい人なのに、私はコインを入れるのさえままならない素人だからです。スルスル入ってくれない。もたもた、ピタ。目押し失敗したら怒られるかな。スイカが来ませんように。ビシッ、ドキドキ、頑張れ猪木。ドキドキ、十分頑張ったと言っていいのではないでしょうか。もうそろそろ彼も打ちたくなってきてるかもしれないし。トイレに行ってくると言って彼に代わってもらって、トイレから戻ってくると、ビシッ、すぐに、あ、満ちてた、見ろ、うん、と言われたので見たけど、よくわかりませんでした。レグを当ててガッツポーズの彼に、ビッグじゃなくてよかったのかな、などと思っていたほどです。なんでもナビが3回出たとかで、結局この日は5000枚出て、2人でホクホクで帰りました。ところが、これだけでは終わりませんでした。2日後、2人で買い物に行く途中、パチンコ屋の前で彼が右折。新猪木の島に行ったけど、誰もいなくて。こんな島で売ったらきっとものすごく負けちゃうよ。と思ったけど、彼がすかさずビッグを引いたので一安心。その時私は新猪木の小冊子を発見。何何？新猪木の場合は道が出た時に猪木さんが喋ればえらいことになるのか。と思っていると、あ、ビッグ、チャンス目出た。あ、喋れ、心の声、喋って、
小さい声、しゃべれ、本当に出ちゃった声、しゃべったー、かっこいい。騒ぎを聞きつけてか、他の島にいた人たちも新猪木の島に押しかけ、裏寂しかった島が人でいっぱいになりました。わいわい。この時も5000枚出たそうです。3日で2回も道を引くとは羨ましい限りです。2人とも末永くお幸せにね。花長くおしまわせね。うっとうしいぞこの花。ぐいぐい。チャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。コメントもくれよな。タメ口かよ。